どうも、かあちゃんです。ということで今日は、ナス栽培で8月にやることについて説明していきたいと思います。もう8月になってしまいました。YouTube をやるにあたって僕も目標を立ててきたんですけど、それが8月中に5万人達成するっていうものです。これまでもチャンネル登録者数をこうやって決めてきたんですけど、今回の5万人はだいぶ厳しめに目標設定しました。っていうのも、まあ今までちょっとうまくいきすぎてたっていうところもあって、このままの勢いに続けて、もっと伸びてくれるだろうなって思ってたんですけど、改めて難しいなって思いました。まあ、この5万人っていう目標はまだ何があるかわかんないので、まあ、諦めてないんですけど、見てる方でチャンネル登録してくれてないよっていう方がいたら、ぜひしてくれると嬉しいです。ということで本題のナスについてです。8月に入るとナスの成長は一旦落ち着きます。これは切り戻しっていう作業をしたからです。で、この切り戻しをなんでするかっていうと、まあ、一旦成長を抑えることによって、これからの秋ナスに備えて栄養とかを蓄えさせるためです。なので、この僕ん家のナスは今僕の身長より全然高くなっています。ちょっと見てみましょう。僕の身長と同じぐらいか、もしくはもうそれよりも高くなっています。これから8月に入ったらやるべきお世話について詳しく説明していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。9月までにチャンネル登録5万人目指しているので、まだしてない方はぜひチャンネル登録お願いします。現在のナスを見ていきましょう。はい、これが今僕ん家のナスの状態です。で、まあ今ここの一番上のところまでナス成長してきてくれてます。本当に全体的に見ると、本当僕の身長よりも高いところが少しずつ出てきました。で、あの一番奥の方なんかはもう僕の身長よりも全然高いです。で、ちょっとこちら側は今同じぐらいなんですけど、まあ、もう少ししたらもっと、もう一段ここにテープを貼って伸ばさせるんで、まあ、僕の身長よりもまあ高くなります。で、ナスの木の状態もまあいいです。ちゃんと実もなってくれてますし、っていうので、この葉っぱとかもね、ちょっとこれは食べられてしまってるんですけど、他のこういう葉っぱっていうのは元気に育ってくれています。この葉っぱが、この奥のやつみたいに黄色くなってる葉っぱあると思うんですけど、そういう葉っぱはもうすぐに取るようにしましょう。で、この上の方もしっかりと適宜誘引していきましょう。で、この隣の株とかも、もうぐーって伸びてって、まあ、僕の肩ぐらいまでですね、これは今あります。で、これもしっかりと内側に通しておいて、後で誘引しやすいようにしてあげてます。で、このナスなってるんですけど、まあ、ここだったら大丈夫なんですけど、ナスの実がこの誘引してるテープにこうやって当たってると、ここが擦れて傷になって、大きくなった時にそれが目立つようになるので、そういうところもしっかりと考えながら誘引してあげると、いいナス、綺麗なナスっていうのが作れるようになります。それでは8月にやってほしいことを2つ説明していきます。1つ目が水やり、2つ目が追肥です。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の水やりからです。8月っていうのは特に水やりが必要になってきます。5月6月とかは結構定期的に雨が降ってくれて、まあ、7月とかは梅雨で雨が降っていたと思うんですけど、8月は特に猛暑日がきつくなるので、こちら水やりを定期的にしてほしいです。で、今年はこの7月にもう少し、本来なら雨が降るはずなんですけど、全然降らなかったので、まあ、7月と同じような感じで水やりしていただきたいと思います。で、5月6月とかは植えたてで苗もあまり大きくなかったので水があまり必要なかったんですけど、この7月8月特に8月になるとナスの木もどんどん大きくなってきて、水がたくさん必要となってきます。で、ここ最近の天気ではもう全然雨が降らない状況となっているので、水やり絶対にするようにしてください。で、ナスっていうのは僕たちが思っているよりも水分を必要としている野菜です。ナスは他の夏野菜、トマトとかキュウリ、あとはピーマンなんかに比べたらもう2倍ぐらい水を欲している野菜なので、特にこの暑くなる8月の時期っていうのは水やりをするようにしてください。で、これをあまり知らないでちょっとしか水をあげない方が多いです。なので、水やりはこのめちゃめちゃ8月のトマトにとって大切なので、やるようにしてください。で、水がないと何が起きるのかって言ったら、ナスの実がボケてしまうっていうことが起きます。で、このボケっていうのは何かっていうと、普通のナスだったらこの肌の
表面がすごい艶やかで黒光っていて綺麗なんですけど、ボケると色鮮やかさとかがなくなってしまいます。このボケたりしたら商品としての価値も落ちてしまうので、農家の人は特に夏、このナスに水やりっていうのをしてると思います。週に2回か3回は撒くようにしてください。プランター栽培で育ててる方はほぼ毎日やってもいいです。で、水やりのポイントとしては朝か夕方って言ってたんですけど、8月に入ったら夕方にするのがおすすめです。あと昼間は絶対に撒いちゃダメです。まあ朝でも問題ないんですけど、夕方に撒くことによってその後どんどん気温が落ちていくんで、水が熱湯に変わるっていうのが少なくなります。まあそういうことによって根っことかにダメージがあまりいかないようになるので、まあ、夕方に撒くのを僕はお勧めします。で、週に 2,3 回水を撒いてほしいって言ったんですけど、この1週間の間に1日雨が降ればそれは1回とカウントしてもいいです。なので1週間で3回あげるとして、最初の月曜日なんかに雨が降った場合にはもうそれをカウント1として、あとは水曜日とか金曜日に上げて1週間定期的にナスに与えていくっていうようにしてください。で、この水を与えることによってナスの実もちゃんとなりますし、この木も大きくなってくれます。で、木が大きくなると何がいいかって言ったら、この秋ナス、9月とか10月になるナスがたくさん取れるようになります。なのでこの定期的に水やりをやって、夏の間にどれだけナスの木を大きくさせていけるのかっていうのが重要になってきます。2つ目が追肥です。水やりも大切って言ってきたんですけど、追肥も大事になってきます。で、水やりをして水分があることで根っこからたくさん水を吸収してナスの木大きくなるよって言ったんですけど、水だけじゃそこまで効果がないかもしれません。なのでこの追肥をして栄養を与えることによってナスの木もっとどんどん大きくなるようになります。で、僕の家のこのナスがなんでこんなに大きくなってるのかって言ったら、追肥もしっかりしてるからです。やっぱり栄養がしっかりないと野菜も大きく育ちません。なので定期的に追肥をしてあげてナスの木を大きくさせています。で、あとは植える時期とかも関係してきます。僕の家ではゴールデンウィークに植えたんですけど、ゴールデンウィークより前に植えてる方で防寒対策しっかりしていたら、初期の時に根っこをグンって土の中でいっぱい伸ばします。たくさん根っこが伸ばせて土台がしっかりしているとナスの木っていうのはそれだけこの成長しやすくなっています。なのでこれをゴールデンウィーク後の5月半ばとか6月ぐらいに苗を植えた方はここまで大きくなっていないかもしれません。まあそれは根っこの張りが関係しているのかもしれません。なのでまあ今からではどうしようもないんですけど、来年からはこの植える時期っていうのもしっかりと意識して野菜を育てていくようにしましょう。で、今僕の身長ぐらいになってるんですけど、それはもう全然超えてしまうのがナス栽培です。ナスの木っていうのはもう僕の身長よりも全然高くなって、本当まあ2メートルとかは育つと思います。で、この大きくさせるためには追肥が必要になってきます。追肥っていうのは水と同じくもうめちゃめちゃに大事です。で、ナスっていうのは肥料が大好きな野菜となっているので、多少多くあげても肥料ボケっていうのが起きにくくなっています。で、追肥何あげればいいのって思う方もいるんですけど、僕の家では化成肥料の888っていうやつを撒いています。で、僕はこの通路側に888を撒いてから水やりをすることによって、その追肥が水で溶けて栄養が下にどんどん行ってくれるので、そのようにして追肥をやっているんですけど、他の農家さんとか他のこの園芸とか農家の家庭菜園の YouTube やっている方なんかは液体肥料のリキダスとかそういうのを使ったりする方もいると思います。で、農家さんはこのリキダスあんま使わないで業務用の液体肥料を使ってると思うんですけど、まあ家庭菜園でやる場合だったらもうリキダスとかで十分だと思います。で、この化成肥料の888の上げ方なんですけど、水やりをする前に必ず上げるようにしてください。なぜかというと、この化成肥料っていうのは水分があって溶けてくれるものです。なので水やりをした後にあげてしまっても、まあ多少は溶けてくれるんですけど、やっぱり溶けっていうのが甘くなります。しかもこのカンカン照りの日差しがずっと続くので、あまり水分がない状態になってしまうので、先にこの肥料をまいてから
水をかけてあげることでより栄養がこのナスに行き渡りやすいので、このようにして追肥を行うようにしましょう。でこの時期に土の中の栄養が少なくなっているとか切れてしまっている場合にはナスの実がうまくつかなかったり花落ちなんかもしてしまいます。なので結果的に収穫できないよっていう方が出てくると思うので、なぜこの花落ちとか花つきが悪いまたは小さいナスの実しか取れないのかって言ったら多分栄養と水不足だと思うので、この2つを完璧にすればより大きくて綺麗なナス取れると思うので、ぜひこの2つ忘れずにやってみてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。